はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。今日はこちらでございますね。はい、以前にも紹介した特急列車00ではなくて、こちらは新しいシリーズの特急列車01ですね。うん、特急列車00ではこのね、レッド列車が2つ出てしまったわけなんですけれども、こちらの01では、他のカーキャリア列車とかエナジー列車、あとシールド列車ね、でもこのシリーズの中にレッド列車あるんだよ、うん、だからレッド列車だけは出てほしくない、うん、レッド列車出ませんように、うん、じゃあ早速開けてみようか、はい、レッド列車出ませんように。おっち、はい、これですね、特急列車01ですね。ラインナップはレッド列車でしょ、でシールド列車のノーマルとメタリック、あとエナジー列車、それとカーキャリア列車のノーマルとメタリック、以上の6種類ですね今回ね、うん、そしてこの中から出てくるのは何が出るかな。わーなんでなんでレッド列車わかった、これはもうこのまましまいましょう、うん、はい、これは見なかったことにしましょうね、見なかったことにします、はい、でもう一個一応買ってきましたので、これ最後の一個ね今回、これも開けてみましょうか。別のエナジー列車かシールド列車かカーキャリア列車でお願いします。何が出るかな。あれ、あ、こういう風に入ってるってことはこれレッド列車じゃないよこれ。そうだよね、なんか何が出る。おお、エナジー列車ー、はい、エナジー列車が出ましたね、うん、これエナジー列車はメタリックバージョンとかないんだよね、でもこれほら半透明になってて、中に雷みたいなビカビカがエナジーが走ってるね、後ろ側もちょっと半透明になってる。これはちゃんとよくできてんじゃん、うん、下は転がし遊びできて、またこのつまみが違う形なんでしょこれ、うん、レッド列車のこの引っ掛けと違うから、またこれ音声が違うはずだよね、うん、エナジー列車ってやっぱいいよ ね、エナジー列車だねきっとね、うん、でここに珍しくついたの。そうだね、だからこれでこうやって連結させて走らせられるね、うん、やっぱり特急チェンジャー欲しいね、うん、特急チェンジャーがないとさ音声確認できないもん、うん、ちなみにこのね特急列車01は4月発売予定って書いてあったんだよね、うん、なの5月になって、そう5月になってようやく入ってきたかなっていう感じなんで、特急列車02っていうのが全14種類みたいなんですね。こっちは5月発売予定ということなんで、これはまた来月とかに来るのかな、うん、はい、ということで今回は特急列車01でした。